こんにちは。こんにちは。競馬エイトの阿部です。競馬エイトの津田です。札幌で行われる函館スプリントのちょっと馬券検討したいと思いますね。はい、はい、米一緒ですね。一緒ですね。カレンモエね、16番、大外枠に、なっちゃいました ね、うん、決してまあ有利とは言えない枠ではあるなと思うけど、ただね、全、6年って中途半端なんですけど、全6年で16番枠が3連単、1勝2着2回。なるほど。そうそう、だからそこまで絶対こう来ない枠ではないんで、そこまでそんなに外枠だからって、僕思ったのは、隣にこれとその隣、違う両方前熊じゃないですか。そうそうそう、ね、うちにこう一緒に切れ込んでいく感じになれば、そこまで不利にならないかなと思ってます。逆に綺麗にね、2、3番手に収まるんではという、逆に変に内枠でね、ごちゃつくよりはむしろいい枠引いたかなと、もう考えようですね、ここはもう。まあそうですね、僕は問題ないと思って、戦績的には安定してますし、そうですね、なんか崩れるイメージがまずないし、やっぱここ2戦、最後こう刺されてるけど、やっぱ坂の分かなっていうのもあるんで、現状平坦の方がもっと力つければね、坂コースでもいいと思うんですけど、現状平坦の方がやっぱりいいと思うんで、確かに、これまあ本命で、僕はもう私は馬券の軸はこれかなとは思ってます。もちろんなんかあんまりこう最悪3着も外すイメージはまず湧かない馬なんで、確かに、まあ馬券買い方にもよりますけど、三着がない外さないと思います。じゃあ対抗は？対抗はね、ビアンフェにしたんですよね。やっぱ虚勢効果が出てるのかなっていうのもあるし、やっぱり開幕週の馬場で、やっぱりかなり芝のコンディション良さそうなんで、なるほどね、先行有利。しかもまあ雨も降らな、そんな降らないと思うんで、絶好馬場ですんなり、だから仕上がりとかちょっと微妙な感じはしたんだけど、気で走るかなと思って、なんか藤岡祐介と喋ったんですけど、ちょっと硬いくらいの時の方が走るって言ってましたね。スプリンターズの時はなんか逆に具合が良すぎてコントロールが効かなかったっていうことを言ってたんで、だからまあ今ぐらいでなんかちょうどいいのかなと思ったりもしますね。本当に行ければ、多分行くと思うんで、私はつまんないんですけど、コントラチェック、僕も3番って黒三角なんですけど、カレン・モエとの比較言えば、コントラチェックの方がいろいろちょっと注文がつくのかなとか思ったんで、この本命カレン・モエにして対抗コントラチェックにしたんですけど、実際買ってるわけですし ね、 前回はスムーズに運べたんでね、いいですけど、もし馬群の中で揉まれたりとか、そうなんですよ、スタートちょっと遅い時あるんで、そうなった時ね、もちろん勝ってもね、もう全然不思議ないですけどね、じゃあ穴っぽいとこなんかあれば、穴っぽいとこではシゲルピンクルビーですかね。このタイプ来ますもんね。そうそう、3歳牝馬50キロ、やっぱ2走前 の、 あのフィリーズレビューってね、結構速い流れだったんですね、それでもスムーズに追走できたんで、確かにこれあれならね、ちょっと 1200m のスピードにも対応できるかなと、もう前回はもう大箇所は距離が長かっただけで、この内枠もね、いいとこ引けたかなと、フィリーズレビューのイメージで道中内内運んで、直線でちょっと外出してっていう差しが決まれば、もしかするとっていうね、穴人気になりそうですけどね、なるでしょうね、これが数頭出てたらね、こういうタイプが分散しそうですけど、1頭だけなんで、私はどうでしょうね、ケープコットぐらい調教の動きも良かったし、穴と言えるかどうか分かんないけど、十分チャンスはあると思うんですよね。そうですね、洋芝適性もあるし、そうですね、確かにそこも印は回しました。あれ黒三角がいいですか、ミッキーブリランテ。ミッキーブリランテは千二の馬、体型が千二にどんどんなってきて、ただ千二にしてはちょっとしぶといタイプの馬なんで、そのしぶとさ生かして洋芝でなんとかっていうところは考えてるんですけどね。どうします、馬券は？馬券はもう超カレンモエね、やっぱ人気だと思う。断然人気、単勝そうですね、2倍台だったら、逆にちょっと3連複にしようかなと。なるほどね、3倍以上つくなら、外は切られたら3連単にしようかなと、1着、2着まで考えて、さすがにちょっとね、3着まではちょっと3連単だったら、俺も3連単か3連複にします、カレン萌えの、ちょっとオッズ見て、オッズ見て考えますけど、軸はもうカレン萌えということで、はい、以上です。ありがとうございました。